アリミネダム。アリミネダムは、富山県富山市アリミネ、一級河川、上岸寺川水系和田川に建設されたダム。高さ140メートルの重力式、コンクリートダムで、北陸電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、和田川第一発電所、和田川第二発電所、アリミネ第一発電所、アリミネ第二発電所、アリミネダム発電所に送水し、 合計最大五十三万四千百七十キロワットの電力を発生する。ダム湖、人造湖の名は、アリミネ湖という、ダム湖百戦。選。富山県東部を流域とする上岸寺川水系は、北アルプス、立山連峰に橋を発し、北方に流れ、富山湾に注ぐ一級水系である。明治時代、オランダ人技師のヨハニス・デレイケに、これは、 川はない、滝であるとまで言わしめたほど、その上流は、急流で、また、豪雪地帯とあって、水量も、豊富にあることから、洪水地には、大きな被害をもたらす暴れ川としての側面を持つ、一方、水力発電には適した地形であった。上岸寺川の支流の一つに、立山連峰、薬師武市、標高2926メートルの麓を険しい、 不意国を形成しながら流れる和田川がある。最上流部では盆地を形成し、古くは戦いに敗れた落ち度が隠れ住んだ場所とも言われる。地名としては元来、山奥にある水源地という意味で、れと呼び、漢字で、幽霊と書かれていたが、憂に通じるとして嫌った時の異跡者、第四代化が藩主、前田綱則によって、有峰に改名されたのだという。 厳しい自然環境の中、少数ながらつつましく生活していた集落の人々であったが、アリミネダム建設に伴い離散。ダムは盆地への入り口である地点に建設され、巨大な人造湖、アリミネ湖が誕生した。アリミネダムに直接流れ込む流域面積は約50平方キロメートルであるが、和田川と周辺を流れる支流河川だけではなく、折り立から、 アリミネダム隣の真側の水を引いているほか、岐阜県金木戸川、さらにはアリミネダム下流の谷からも水路トンネルで引水している。その全体の収水区域はダムの周りの尾根で囲まれた面積の4倍以上の219平方キロメートルにもなる。総貯水容量は2億に200万立方メートルで山を隔てて東に隣接する黒べこ。 黒部ダムよりも10%ほど大きい。アリミネ湖には宝来島という名の島が浮かぶ。かつて吉次山と呼ばれた山の頂上部分が湖面から露出したものであり、北陸電力がアリミネダムの完成を記念して建立したアリミネ神社がある。湖の水位が下がると陸続きになるが、急斜面であり容易には近づけない。 急流かつ豊富な水量を特徴とする上岸寺川水系の地形は水力発電に適したものである。これに着目した電力会社越中電機は1923年大正12年上岸寺川支流の和田川に水力発電所を完成させる。これが上岸寺川水系では初の水力発電所となった亀貝発電所である。同時期富山県は 治水並びに財政安定のためダムと水力発電所建設を計画し、県営ダムとしてアリミネダムの建設工事に着手。事業は第二次世界大戦の混乱で一時中止となったものの、戦後になって北陸電力が引き継ぎ完成させた。アリミネダムはその目的こそ水力発電であるが豊富な貯水容量をもって国々と変動する、河川流量を安定化し、 完成以来現在に至るまで治水、利水両面で大きく貢献している。急旬な地形は水力発電に適しているとされる一方、大雨による出水時は沿岸に大きな被害をもたらしかねないものである。当時、上岸寺川流域は毎年のように水害に見舞われ、復興事業のための資金確保に追われていたと山県はダムを建設しその治水効果に期待するとともに、 水力発電所をこれに付設し、発生した電気を売却して得た利益を、県の財政に充てようとした。1920年、大正9年、富山県は、上岸寺川の支流、和田川上流に位置するアリミネボン地一帯を買収。将来のダム建設を見据えての行動で、住民は保証金23万円、当時をもって集団離村した。1926年に、 大学一年生の深田久也が、一高生の熊谷三郎と薬師岳登山をするために、有峰の集落を通過。有峰はすでに廃村と化しており、朽ちた廃屋や破壊しの様子を著書、我が山々、1934年に適述されている。同行した熊谷は、後に熊谷組の社長になり偶然にも、有峰ダムの建設に携わることとなった。有峰盆地を、 富山県有り地においた富山県は、1923年、大正12年に、富山県営電気事業計画をまとめ、富山県電気局、現在の富山県企業局調査班を現地に派遣。調査の結果、水力発電開発に伴うダム建設工事は、難工事の様相を見せ、工事費も膨大なものになると試算された。経済も冷え込んだ状態にあった、当時のことであり、 すぐに着工まで至らなかったが、1934年、昭和9年の水害をきっかけに、1935年、昭和10年、ついに、富山県議会は、ダム建設を議決した。当初は高さ110メートルの重力式、コンクリートダムとして設計され、その大きさは、現在の高さ140メートルに比べれば、見劣りするが、戦前のダムとしては、異例の巨大さであった。 ダムに蓄えることができる水の量は90000立方メートルで下流に建設する4カ所の水力発電所で最大5万8000キロワットの電力を発生する計画である。工事は1938年昭和13年に本格的な着工を見せた。しかし1937年昭和12年の日中戦争により戦争への道を 歩み始めた日本は、電気事業を国策として一括管理するとして、1942年、昭和17年、アルミネダム建設事業を日本初送電に引き継がせた。その後も太平洋戦争は激化の一途をたどり、ダム建設工事に必要な資材や人員が不足。ついに1943年、昭和18年、工事は中止された。 ダム建設で打折するコンクリートの総量は70万立方メートルで、その20%である13万8000立方メートルを打折したところのことであった。購入済みの水車発電機は建設途中のダムともども放置されてしまう。アリミネダム建設工事を中止に追い込んだ太平洋戦争は1945年昭和20年8月15日に終戦の日を迎える。 荒廃した国土は徐々に復興し、朝鮮戦争による特殊劇、朝鮮特殊によって、山や人々の生活は再び活気を見せ始めた。戦前から戦中にかけて、日本の電力系統を一手に引き受けていた日本発送電は解体され、富山県、石川県、福井県といった北陸地方における電気時は北陸電力に割り当てられた。この時、 北陸地方を流れる黒部川水系、庄川水系の水利圏が関西電力に渡ったことは水力発電が主力であった当時において北陸電力への大きな打撃となった。北陸電力は不足する電力を賄うため神通川水系において水力発電所の建設工事を実施。神通川第一、第二、第三発電所を完成させても なお電力不足は解消せず、ついに上岸寺川水系において、水力発電所の建設を計画。実現過程において頓挫していた、アリミネダム建設工事は、1955年、昭和30年以降、北陸電力による上岸寺川アリミネ発電計画、略称ジャップとして再開されることになった。計画の中核をなすアリミネダムは、その所について見直され、 より大規模なものとなった。基礎部分こそ建設途中で放棄されていたものを流用するものの、高さは30メートル高められ140メートルとし、総貯水量は2億立方メートルに達した。370億円にまで膨れ上がった公費については、再建発行の他生命保険会社や銀行から借り入れるなしで資金を調達。交渉を重ねた結果、 世界銀行からも融資を受けることに成功している。工事は1957年、昭和32年に着手。当時の北陸電力社長、山田翔作は現地をたびたび訪れ、作業員らの指揮をこぶして回った。この大工事に、電力の鬼こと、松永安左衛門をはじめ、世界中から多くの視察団が訪れている。アリミネダムは1959年、 昭和34年に貯水を開始。仙って和田川第一発電所2万7キロワット和田川第二発電所1 2 2キロワット新中寺山発電所7 3キロワットを稼働させた後、1960年昭和35年に完成を迎えた。同時に、これら水力発電所群の運転による河川流量の変動を安定化せるための、 逆調整地として、下流に小幡ダム及び大型発電所が完成している。北陸電力による上岸寺川水系の開発は、アリミネダム完成後も続く。昭和50年代から昼間と夜間とで、電力消費量に大きな開きが出るようになり、最大ピークに達する昼間の供給力を確保するた、新たに、アリミネ第一、第二発電所が建設されることになった。 アリミネ第一発電所は、アリミネダムに蓄えた水を、砂岩に新設した取水口からトンネルを通じて5キロメートル、先の発電所に導き、有効落差411メートル、最大使用水量74立方メートル毎秒を、もって、最大26万キロワット、後に26万5000キロワットに増強の電力を、発生。使用した水は直ちに、 アリミネ第2発電所へと導かれ、最大12万キロワットの電力を発生する。アリミネ第1、第2発電所の発電出力は、電力需要の増減に応じて増減するため、放流される水も、また、それに比例して大きく変動することになる。これによる、河川流量の変動を吸収するための逆調整地として、下流に小口川ダムを建設。水を一時的に蓄え、 アリミネ第三発電所を通じて一定量の水を下流に放流することで対策を取った。これらは1981年昭和56年に運転を開始している。2010年平成22年9月にはアリミネダム直下においてアリミネダム発電所の建設が進められ2011年平成23年11月16日に運転を開始した。これは アリミネダムからの火星二次放流水を活用するもので、発電所建物内にターゴインパルス水車と誘導発電機を組み合わせた水車発電機を1台設置し、最大1 7 0ットの電力を発生する。年間発生電力量は130万キロワット時で、これにより年間で400トンの二酸化炭素排出を削減できる。アリミネ湖を中心とした一帯は、 中部山岳国立公園の西に位置しており、1973年、昭和48年に、アリミネ県立自然公園に指定された。2005年、平成17年には、当時の上井川軍大船長の推薦により、財団法人ダム水源地環境整備センターが、選定するダム湖100選に選ばれている。アリミネ湖を一周するようにして周辺に、アリミネ林道が整備された。 富山市中心市街地から富山県道四十三号富山上滝立山線を立山方面に向かって進み亀貝連絡所を経て有峰林道に入るこれに至る手前にはミス連絡所がありこちらからも有峰林道に通じているしかしこの林道はしばしば災害により普通となることがあるまた岐阜県側からも東上岡町山の村地区から 東谷連絡所を経て、アルミネ林道に入ることができる。通行料金は二輪車300円、乗用車1900円、大型車4400円。道幅が狭くなっている箇所や見通しの悪いカーブが連続している。通行できる期間も6月上旬から11月上旬までに限られ、さらに朝6時から夜7時までという時間的な制約もあるの時間に。 ゲートが開いているという意味ではなく、この時間以外は通行してはならないという意味である。他、天候によっては通行止めとなる場合がある。アリミネダム天馬もアリミネ銀道の一部である。道幅の狭さから車両の通行については両岸に設置された信号機に従い交互通行をする。アリミネダム右岸の高台には展望台が設けられ、青く広がる湖を一望できる。 付近には、アリミネ記念館が建設され、アリミネダム建設の模様を撮影した写真を多く展示し、その歴史を垣間見ることができる。また、かつて、アリミネ集落に住んでいた人々が使用していた日用品なども展示しており、当時の暮らしぶりを知ることができる。一階はレストランである。アリミネ県立自然公園内のアリミネダムの東南東約2 5トルの位置に、 薬師竹市、雲の平、黒部五郎竹の登山口の折り率がある。以下の施設等がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。